今日は前回に引き続いてすねの前の筋肉、前脛骨筋のストレッチ方法についてご紹介します。前回はタオルを丸めて行う、ストレッチでしたが、今回は椅子に座ったままでもできる、ストレッチをご紹介します。事務作業など、座った時間が長い人などはぜひやってみてください。やり方は椅子に座ったままで、つま先をまず立てて後ろにこう丸め込むように床に足を置きます。で、このままつま先を床に押し付けるようにですね、ぎゅーっと膝をまあ伸ばすイメージですね、やってもらうとすねの前が伸びてくれます。この時、力をかける場所が親指側にしてもらうと、しっかり前脛骨筋が伸びてくれると思います。足のむくみとかにも効果的なので、ぜひやってみてください。以上です。